北百422年は中国東神時代の僧。聖は京平洋高利上領兼舞費の人。幼くして出家20歳で愚足会を受けた。その人となりは志差行名便、義期静粛なりと言われた。仏教の学級を進めるに従い、経典の看護薬室に比べて会律が中国仏教会において完備しておらず、経律ともに、 作語や欠落があるのを嘆き、399年、絵エ,エオ、エカイ、同性等の僧と共に、長安からインドへ、愚報の旅に立った。途中方弾王国を経由しつつ6年かかって、中インドに達し、ラージャガ派などの物跡をめぐり、マカ僧ザ率、雑アビびン神論などを得て、さらに、スリランカに渡り、五分率、長和音業などを求めた。 413年回路で、西州へ帰国したが、帰国できたのは保険のみであった。彼の知りした旅行機を、二国記 ISBN47 億8878万8144、ISBN978 から47億8七7 8万8145。ありがとうございます。